どうも、ダークセイバーです。今回は、かませキャラヤムチャを楽しむ視聴者の反応集を紹介します。それでは、どうぞ。ヤムチャって舐められすぎじゃない？ネタキャラとかヘタレ扱いされるけど、周りの強さが異常なだけで人間の強さで見たらぶっちぎりの能力だと思うんだ。あとコミュ力お化け。ヘタレだとは思わないよかませとは思うが、残念ながら戦力外になっても案外頑張って見せ場作ったような枠を、前さんがしっかり確保してしまったのだ。もう席は残ってないのだ。スーパーのフリーザ軍なら幹部クラスになれる程度の戦闘力はあると思う。最終戦闘力が1万を余裕で超えてるっぽいから、旧作時点でも余裕で幹部待遇もらえるよ。なんで盗賊なんてやってたんだろうな。めっちゃ良いやつなのに、度量もめっちゃ広いよね。足折ったことを謝ってきた天津飯に、気にすんな死ななかっただけマシだと言ったり、自分を殺したベジータと楽しくバーベキューしてたり、悟空さの親友ポジワートから出たクリリンに取られ、ブルマの旦那ポジワートから出たベジータに取られ、コミュ力お化けって何のことなんすかね。アニメでベジータの重力室に忍び込んで300倍試して死にかけてたのが面白かった。300倍だっけ？もっと倍率低かった気がする。でも低めの重力で動けなくなって必死に停止装置押すヤムチャは可愛いよね。実際最終的な戦闘力はどんなもんなんだろう。アニメだとリクームやオリブーを倒してた覚えがあるけど、リクームは原作でも頑張れば届いてそうな気はする。オリブーって少なくともセルに近いし無理ゲーじゃないかな。アニオリ抜きだと戦闘力1000ぐらいでかい王様のところで修行してたから、軽く見積もっても1万は超えてるんじゃないかな。こだわりが特にないのでは、だから盗賊もあっさりやめて武道化して頭打ちだと思ったら引退してる。その後プロ野球選手になってしっかり活躍してんだからすごいよ。亀仙人が言ってた面白おかしく暮らしちゃおうってのを、一番実践してるのがヤムチャ。海王元は使えたのかな。最終戦闘力でも20号には勝てんだろうな。今で言うと賑やかしの一枠だと思う。クリリンにすら差をつけられるのは寂しい限り。人類最強はクリリンだしその次は天津飯だし。スーパー基準だと亀仙人じゃない？ごめんスーパー入れると色々と矛盾とかおかしい部分とか出てくるから考慮してない。武道学んで心身ともに鍛えつつもその道極めるのは無理だなと諦めて。別の道であれこれってのはとても人間味あって好き。鍛えた体は戦わなくても役に立つって感じで好きだな野球ネタは。ご飯の高校での野球シーンめっちゃ好きなんだ俺。地球人最強はウーブジェン。コミュ力お化けはクリリンがぶっちぎりだと思う。殺し合いしても後に引きずらないどころか。積極的にコミュニケーション取るってなんなのあいつ。ご飯ちゃんとかヤムチャとか一線退いて生計立ててるのに、いろいろ言われんのはかわいそう。子供の頃になりたかった学者になれてご飯も父も嬉しいだろうな。天さんは人間なの？フリーザにやや及ばない程度にまで鍛えられるって時点ですごすぎでしょ。スポーツ精神を持ってる。天津飯、三つ目宇宙人の末裔、ウーブ、元魔人ブー、クリリン、鼻がない。なので純粋な人間としてはヤムチャが最強。ヤムチャが最初盗賊だったのは、盗賊はモテるから程度の理由でも納得できるよ。同じ一線を退いたコミュ力お化けでも、クリリンとヤムチャで生き方が違うのが好き。鳥山先生そういうところ丁寧。クリリンは敵のロボを惚れさせるからな。Z ありならヤムチャはセルより強いし、Z 戦士の落ちこぼれだった俺が一般社会でチート級に活躍するようです。インフレし続けるドラゴンボール世界だし降りた方が良さそうである。実際仲間の大半は降りてる。鍛えてる人たちも最強への挑戦というよりは鈍らないためだったりするし、ピッコロさんなんてママさんバレーみたいな真似させられてたし、追いついていけなくても出なければいけない人の末路は悲惨である。クリリンはナメック星でベジータとフレンドリーに話した直後に、普通に出し抜いてドラゴンボール盗み出すしたたかさがすごい。浮気に呆れたから破局ってのもなかなか強引だと思う。普通の女性ならともかくあのブルマなのに、天津飯のストイックさはすごい。叶わなくてもずっと修行してきたからブーの玉もかき消せた。亀仙人の弟子たちはそれぞれの方向で死の教え守ってるからな。ヤムチャが一番好きなので活躍してほしいが、公式から何まで完全にネタキャラ扱いで悪い方向にお出ししてきてるのが辛い。ドラゴンボールこっそり使ってちょっとずつ若作りするようなの。ヤムチャは知ったらそこそこ引くだろうし浮気は口実でしかない気がする。ポテンシャルはクリリンより高かったはずそれこそ地球人最強。本人にそっち方面の興味が薄かったから修行はやめた感じ。ヤムチャの声優がアニメでヤムチャをかっこよくしてくれよなって言ったから。アニオリで活躍増えてたらしい。
天津飯はベジータに対して敵対的な態度だったけどあれが普通だよねって。忘れがちだけどヤムチャは強いんだぞ。地球人3位の地位も正直危ないと思う。それ言ったらクリリンも入れない。いや正直無理あるよこいつを引っ張り出してくるのは。亀じいちゃんだって無理あったのに。口を慎め原作者様の設定だぞ。異様に下に見てる奴がいるだけだよ。10本の指にならなんとか。別にヤムチャをネタにするのは昔から好きでもないけど。原作とアニメリアルタイムで見てた自分からすると、無謀以前の問題にしか見えない。亀仙人活躍してもロマンなんてないよ。そんなにやれるならピッコロ大魔王やラディッツ倒してくれ。さすがに当時と比較するのはかわいそうだろ神様が鍛えてくれるだけで。ピッコロ大魔王の2倍以上の戦闘力になったりするのに。ヤムチャは口先だけこういう、サイヤ人やら宇宙人の血が、混ざってないのとか覗いても天津飯とかいるし。アニオリで義乳特戦隊倒してたけどそれもアニオリだからであって普通に無理だろどう考えてもその気になれば地球くらい壊せそうだし強いのは間違いないんだろうがそりゃあ序盤にいた仲間たちが復帰するのとか好きなシチュだけどさヤムチャの場合は戦力外のさらに戦力外すぎて宇宙的にもヤムチャは上位陣敵の強さからしてクリリン天津飯ヤムチャに大差なんてないわ人造人間たちが悟空と間違えるくらいだから弱いわけがない悟空のデータはベジータ襲来時のものしかなかったから戦闘力2万前後かなベジータ戦の3勝だから最低でも8000以上なんだよな。ヤムチャってどのくらい強さまずよくわからない。神様から武術の才があるとは言われたけど、お手軽に活躍できる野球やったり足元がお留守だから、ヤムチャ強いな。純地球人か微妙なやつ多いし、なんだかんだ言って仲間が心配でついてきたり。自分殺したベジータとも普通に接してたりヤムチャはヤムチャなりに仲間を助けてるのが好きだったので嫌いとかないんだけど今の戦闘組に復帰って無理くない野球ネタしか言われてない頃も嫌だったけど今のかおかしいとしか思えないいやスーパーサイヤ人クラスならともかくそれに満たない奴らが相手ならヤムチャ不勢でも十分だろ地球人組もパワーアップイベント挟めばいいのに原作に限定しても最初の悟空より早く蛇の道で到着程度はしてるからなヤムチャ。悟空ベジータから見るとクソザコの位置をキープってだけで、誰から見てもクソザコなわけじゃないぞもともと。宇宙のならず者に勝った程度でヤムチャが不自然に情報修正された、とか言われるヤムチャに悲しき過去。身勝手の極意という新設定のおかげで地球人にも活躍の目がようやく。やっぱ無理かな。公式のヤムチャ下げとけお前ら喜ぶんだろみたいな扱いは正直好きじゃない。武闘家引退したクリリンヤムチャより、まだ現役で修行してるはずの天津飯ピッコロの扱いの方が悪く感じる。ピッコロさんとか義乳並みのやつに苦戦しちゃあかんでしょ。どうして途中からサイヤ人じゃなければ戦力じゃないんですか。どうして、仲間たちが簡単にスーパーサイヤ人の域に達した方が混乱すると思う。原作の中盤以降は天津飯やクリリンと人からげで雑魚扱いだし、特に天津飯とは一緒に同じ修行をくぐり抜けてきたわけだから、そこまで大差のある印象はない。ヤムチャの良さは天津飯に足だか腕を折られても、謝られたら死ななかっただけマシとか言える人間性に集約する。ベジータとも仲良くバーベキュー。ヤムチャは低く見積もっても戦闘力数万の怪物なのは忘れないでいたい。ごくごく一部の奴らだけはヤムチャを突き放して、インフレにインフレを重ねているが、その他大勢はむしろヤムチャごときにすら勝てないような連中ばっかなのよ。ヤムチャってあの世で強くなってた気がする。ヤムチャがそんな強いわけがない。みたいなアニメ史上でもトップクラスに強固なイメージが暴走してる感ある。公式含め悪ノリのネタにしすぎたところがあると思うよマジで。そもそもストーリーがインフレして、上に出番がないんだからそうなるんじゃねえの？具体的に原作のボス相手だとどのラインと戦えるんだヤムチャ。ボスってなると旧フリーザは無理で旧ベジータには勝つくらいかな。強さの間がすごい開いてるけどボスで比べるとそうなる。原作時空とアニメ時空とゲーム時空とカードゲーム時空で、強さの印象が変わってくるからなドラゴンボールほどの作品だと、アニオリ時空だと宇宙全体の平均値が100万くらいになってそう。結構なドラゴンボールファンでもおいそれと手を出せない魔境ヒーローズ時空。本当にめちゃくちゃ言われててかわいそう。ヤムチャ、殺されなかった竹馬氏、何でもかんでも受け入れすぎだと思う。他人と結婚した元カノの家で平気で飯食うとかか？ブルマ相手はヤムチャが浮気しまくったから自業自得でしかない。クリリンも子供できたのにヤムチャは、
ドラゴンボールの作風なら突然隠し子とか出てきてもおかしくはない。ヤムチャってサイヤ人並みに見た目としトランナ最終回なんてもう60近いだろうに。この後ベジータと同じ家に住んでるヤムチャの気が知れんぜとまで言われる。実はヤムチャって相当器がでかい男なのでは。器はともかく性格がいいのは初期から一貫してると思う。敵の時点で性格いいからな。戦力外になってからも訓練を欠かさない男。悟空とかベジータとかにどうやっても超えられない差をつけられても、修行続けられるモチベすごいと思う。クリリンとヤムチャはコミュ力高いよね。そもそも野党だったのに何でも願いが叶うボール集めに、協力し始めて最初の争奪戦終わった後もまだ付き合ってくれてるからな。ヤムチャにはずっとプーアルがいるからいいんだ。ブルマとは良い友達で居続けたんだろうな。友達が全員結婚してるけど集まりで肩身狭そうじゃないのがすごい。モテないわけじゃないのみんな知ってるからな。野球で金稼いでる割には新しいガールフレンドへの指輪。ドラゴンボールで頼もうとしてたりあんまり金なさそう。あれも間が持たないからダメ元でなんとなく言った感あるからな。野球選手でかなり稼いでるんじゃなかったっけ。すまんなチャオズ俺は死ぬかもしれんが本当にかっこよかった。スーパーだと全然いいとこなしでちょっとかわいそうだった。漫画版だとモロ編で地球で暴れる脱獄衆を倒すシーンもらえて嬉しかったな。ベジータと一緒に楽しくバーベキューやれる圧倒的コミュ力。太陽圏気候法と格上にも有効な技が2つもある。どうしてクリリンともども武道を諦めちゃったんですか。そりゃずっとサイヤ人たちの戦い見てたらな。それでもセルゲームまで来てくれるのはすごい。何がすごいってセルジュニア相手に勝てないまでも死んでないんだよヤムチャ。アニメだと一矢報いるの好き設定的に無茶なのはそうだけど、40歳とかになったらそりゃやめていいだろ。格闘家なんて30代までやりきれば大したもんだ。地球人と体の構造が違うサイヤ人と比べてはいけない。そういえばヤムチャも亀仙流なのか。あんまり亀仙人と絡んでるイメージがなかった。ヤムチャ師匠にしたら意外と面白そうだな。ヤムチャって親世代の地球組とは仲良いけど、子供世代とはあんま関わってないから難しいんだよな。クリリンは職場で超人呼ばわりされてるらしいけど、ヤムチャも野球で殿堂入りしてそう。自分の実力わかってる上でスーパーみたいな軽口言えるのすごいと思う。野球界はギャグだけど、